ちょっと今日もなんか暑かったな。おお、これあれだ、 MCU×セガサウンドコレクションのグッズだよ。ファンタジーゾーンオパオパのキャップだ。これ全部刺繍なんだよ。すごくないか、いいな。おお、そしてこれは同じく MCU×セガグッズの T シャツだよ。このイラスト辻野虎次郎さん、天外魔境の絵師、描いてくれたんだよな。百獣すぎるだろ。というかもうすぐ発売か、 MCU×セガサウンドコレクション7月8日だもんな。そういえばその2日後に渋谷のタワーレコードで MCU のインストアライブと辻野さんのトークショーがあるんだよな。たくさんの人に見てほしいな。お願いしますよ。ファンタジーゾーンはもちろんだけど、タワレコでラブハドフ歌っちゃおうか。詳細は俺のツイッターかゲームグローリアスのホームページだな。おお、そしてやっぱりか、今日はファンタジーゾーンファミコン版か、サンソフトなんだよな。そしてファンタジーゾーン2オパオパの涙じゃないか。さらにマーク3版のファンタジーゾーンか。この3つの一面をプレイしてみようかな。よし、早速じゃファミコン版ファンタジーゾーンからいきますか。大好きなファンタジーゾーン、タイトルもゆれゆれでノリノリってわけか。よろしくお願いします。まずはスタートだ。始まりやがった。相変わらずワクワクさせる画面だよ。まずはお金を貯めようじゃないか。そしたら出てくるぞ、来たショップだ。ここに入ったらビッグウィング、そしてツインボム、これが一面の基本だよ。そういえばこの曲いいんだよな。 W がつく薬局でたまにこんな似た感じの聞こえるよな。まあいいか。スピードも速くなった。そしてこのツインボムが110にいいんだよ。シューティングゲームは数あれどこのボムはピカイチなんだよ。どんなシューティングゲームのボムよりいいんだよ。このボムだけでいけんじゃねえか、言い過ぎたよ。ファミコン版はサンソフトが発売してんだよな。いい移植なんだよ。そしてボス、スタンパロンだよ。こいつはあんまり近づきすぎると弾が戻ってきちゃうから遠くから狙った方がいい。その方がいい。撃破だ。コインすべて取りたいけど、あ、また逃しちまった。そして次はファンタジーゾーン2オパオパの涙だ。こっちはタイトルゆらゆら揺れてない感じなんだよな。よろしくお願いします。相変わらずポップでいいんだよな。前回と比べて曲調がガラッと変わったがいいんだよな。前回はヒロ師匠で、今回は上坊さんの仕事かな。ファミコン版もそれでいいんだっけな。そう、それと今回はコインプラスお札まで降ってきちゃうシステムなんだよ。というかシューティングゲームでお金を集めてショップで物を買うってファンタジーでいいじゃないか。そして雑魚キャラで前回のボスも出てくるよ。このポッポーズなんかもそうだよ。こういうの嬉しいんだよな。そして今回はワープからのワープ、そしてショップもバルーンじゃないんだよ。まあここもビッグウィングとツインボムが俺流なんだけど、買えないな、金がないか。お金がない、織田裕二だ、稼ごう。
ツインボムは必ず欲しいアイテムだからな。あれがないと落ち着かないんだよ。よし、金を貯めた。ショップに入るぞ。ツイン、まだ買えないな。もう少しか。よし、これで買えるだろ、さすがに。ギリだが買えるな。これで俺なりの一面のフル装備完了だ。このカメ、カメかっていう名前なんだよな。メカのカメだからか。いいじゃないか。そしてワープだ。ちょっと迷ってきちゃったじゃないか。ワープだらけだぞこれ。でも一面っていうのはだいたい風の吹くままに進んでればいけるもんなんだよ。またカメかだ。いいなカメか。お、ここは初めてのとこだな多分。あ、このワープに入るとボス戦なんだよ。けれどもう少しお預けだよ。前回のファンタジーゾーンより雑魚キャラがやらしくないな。ポッポーズは可愛いな。カメカだ。あと何体倒せばいいんだ。こいつで終わりか。そうそう、言ってなかったけどこの主人公の名前オーパーオーパーって言うんだよ。有名だよな。そして一面のボス、ウッドポールだよ。この隙間を抜けて撃てばいいんだよ。簡単だ。簡単じゃなかった。こんなはずじゃなかった。ワンと違ってボスで死んでもボス戦からじゃないんだよな。だからショップに行ってまた準備ができちゃうっていう親切スタイルなんだよ。ビッグウィングのみでいいな。でさっきから出てくるこの前回のボスの四角いやつ、名前が出てこない。あとで調べるか。再戦だ。チャリンチャリンだよ。今回は負けやしない。さっきは気が緩んでただけなんだよ。じゃなきゃウッドポールに負けるはずがないんだよ。というか前回同様一面のボスは木だな。さてお金を、また全部取れそうにないな。仕方ない。次はマーク3版のファンタジーゾーンだ。出やがった。やっぱこれだな。よろしくお願いします。マーク3版もそうだけど、アーケードにいくら俺つぎ込んだっけな。俺の勲章だよ。やっぱりいいな。個性的だよ。ショップの感じもいいよな。味ってやつだよな。これぞセガって感じだ。ファミコン版より BGM の BPM ちょっとだけ早くねえか。軽快でいいな。しかもちょっと優しいな。そこもありがたい。そういえばマーク3版ってボスが違うやついるんだよな。あれもいいんだよ。あれもいい思い出だよ。なんて言ってるうちにボススタンパロンだよ。ちょっと弾少なめでいいな。そしてこのブルーって出す感じもいいじゃないか。思わず踊り出したくなる。でも踊ってたらやられるってことだよ。慎重に真剣に行こう。硬いな。こんなもんか。まあ本来木は硬いか。いっか。でもそろそろだな。口も青くなってやがる。プール帰りか。よし今度こそ。あ、やっぱり全部取れねえな。それもいい。